ヒゲじいさんです。今日は高知の龍河洞を紹介します。日本三大鍾乳洞の一つ、高知県にある龍河洞に到着しました。果たしてどんな感じでしょうか。前回岩手県の龍泉洞に関してはコロナで入れなかったですけども、あと山内県の、途中ですいません、山内県の秋吉台周歩道は回りたいと思ってます。伊吹市までだいぶ距離はあります。エスカレーターに乗って入り口に向かうみたいです。ここの看板に街道90周年とあります。ちなみにこのエスカレーターは上りのみとなっています。入り口に到着しました。洞内に入りました。ビル20階相当分の、上昇というか上りで上がっていく鍾乳洞みたいです。携帯の方がいいのかちょっと確認してみます。だいぶカメラが上を向くなので、まあ図上注意ですけども、ビル20階相当の高さの上り道になるみたいです。かなり上りんでしんどいらしいです。よいしょ。結構ちょっとかがまないといけないぐらいの高さになってます。全長は約1キロということで、まあ相当長い鍾乳洞になります。細いところも抜けていきます。まず最初に現れたのが石化殿という場所です。なかなかライトアップされて綺麗と思います。番号が3番、先人の間となってます。上にずっと50メートルぐらいは湯にあるでしょうか、広がってます。このようにちょっとずつ上りが続いてます。途中階段もあります。岩手の鍾乳洞と違って、こう、なんていうの、ひんやり感というのはないです。そんなに冷たいというような感じは全くしません。このように、
5番飛龍の滝とあります。お腹が出っ張ってると通りにくいような、細い場所にいます。7番記念の滝です。はい、OK です。鍾乳石ちょっと飲んできたらということで、鍾乳石誕生の様子がすごくよくわかると思います。ちなみに今のはクラゲ石です。そう言われてみると確かにそんな感じです。ドラゴンズマウス、龍口、龍の口です。多分遠くから撮らないと分かりにくいかと、ちょっと分かりにくいですね、明かりがないので。こちらがプラミの滝になります。
シャンデリアとなってます。そして酒の石となってますけど、なかなか分かりにくいでしょうか。なかなか見応えがあっていいと思います。通天門しんどい坂となってます。通天門しんどい坂を登っていきます。いやいや思ってるよりとても長いです。ちょっと途中省略します。しんどい坂到着と思いきや、まだまだあります。ずっと続いてます。あらま、一旦切ります。まだまだ続きます。やはり休憩の椅子を置いてくれているので、マリア様です。右が仏教のお釈迦様ですけど、上を見上げてくださいということで、見えるかな、見えてきたかな。左がマリアさんで右がお釈迦さんということです。いやー、晩鐘殿となってます。しんどい坂、しんどいです。25番大阪峠です。登り切ったみたいです。よいしょ、はい、うわー、ここから下りです。26番奈落となってます。ちょっと暗いので、まあ奈落の底の意味でしょうか、ちょっとわからないです。情報出口となってます。2000プロジェクトプロジェクションマッピング上映中となってます。よいしょ。この鍾乳洞の特徴は非常に分かりやすく説明してくれていることじゃないでしょうか。龍の壺とあります。そして途中に案内する人がいたり、分かりやすいです。29番福七福神の館です。上の方がちょっと暗くて見えないですけど、すごい空間です。Thank you.
31番ロッシーです。ここで住んでたの？そうなんですよ。33番アマトの岩戸です。よいしょ、出ました。ビルの20階分登った分だけ帰り道は降りていきます。階段は今通行止めになってますが、こんな感じで下まで降ります。龍河洞博物館です。鍾乳洞出て帰りになるとお店が開いていて、こういうものも売っていました。そして神戸市街帰る途中、こういうようなコスモス畑もあります。ご視聴ありがとうございました。